リーアム・ニーソンは、北アイルランド出身の俳優。北、アイルランド・アントリム県出身。父親のバーナード・ニーソンは、カトリック系の小学校の管理人。母親のキャサリンは調理師。4人兄弟の3番目。9歳の時からボクシングを始める。1971年に、クイーンズ大学ベルファストに入学するが、演劇に興味を持ち中退。ビール工場や、 女建築家アマチュアのボクサーを経て、2年間ベルファストの劇団で演技を学ぶ。ダブリンのアビーシアターの一員になり、舞台俳優としてキャリアをスタートさせる。映画監督ジョン・ブ・アマンに見出されて、1981年にエクスカリバーで映画デビューを果たした。1993年公開のスティーブン・スピルバーグ監督映画シンドラーのリストで、 オスカー・シンドラーを演じてアカデミー主演男優賞にノミネートされた。また、同年にはアンナ・クリスティでブロードウェイデビューを果たしトニー賞にノミネートされる。1996年公開のマイケル・コリンズでマイケル・コリンズを演じてベネツィア国際映画祭男優賞を受賞。1999年公開のスター・ウォーズ・エピソード1 ファントムメナスでは主役のクワイガンジンを演じた。2010年には再びスピルバーグとタッグを組み、エイブラハム・リンカーンを演じることが決まっていたが、このプロジェクトは時間がかかりすぎ、58歳になった自分が56歳で死去したリンカーンを演じるのはふさわしくないと降板を決意した。2015年スパイクテレビ主催のガイズ・チョイス・アワードで、 ビゲストアスキッカー賞を受賞。レーフ・ファインズと歓断する、リーアム1994年に、ネルで共演したナターシャ・リチャードソンと結婚。1995年に、長男。1996年に次男が誕生。1999年に、これまでの功績が称えられ、イギリス王室より、OBE が授与された。2008年8月に、テレビ番組。 グッドモーニングアメリカにて、アメリカが市中国の市民権を取得したことを明かした。今でも、アイリッシュとしての誇りを持ち続けているが、アメリカの市民権を獲得したことも、とても誇りに思っている。と語っている。妻のナターシャ・リチャードソンは、2009年3月16日に、カナダ・モントリオールのスキー場でスキー中に転倒した。帰宅後、彼女は、激しい頭痛を訴え、 ニューヨーク市内の病院に入院した。その後、昏睡状態になり、脳死状態になった。二日後の18日、事故前の本人の希望に従い、人工呼吸器を含めたすべての生命維持装置が取り外され、彼女は45歳で、ニューヨーク市内の病院にて死去した。おしどり夫婦として有名だったため突然の不法に、 各国のメディアがこぞって報道し、葬儀の時、悲しみに打ちひしがれて、リボ、バネッサレッドグレーブに支えられながら歩く様子が撮影された。ありがとうございます。